こちらパドックの方に第25回南部杯見事に制覇されました佐藤哲道騎手にお越しいただいております。おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。わあ、すごい声援ですね。嬉しいですね。はい、あの2009年にも大変強い勝ち方をいたしまして、2010年は2着でした。そしてまたこの盛岡競馬場に戻ってきた今年、佐藤哲道騎手とのコンビで素晴らしいレースを見せてくれました。あのレースを振り返っていただけますか。そうですね、僕もエスポ君もあのアメリカ行ってから怪我したり、大変な思いしたり、でもここにおられる東北の方がもっと大変な思いしてたと思うんで、今日はもうかっこいい勝ち方で強いエスポを見せたいなと思ってたんで、その通りできてよかったと思います。じゃあ今の気持ちはどんな感じなんでしょう。むちゃくちゃただ競馬勝ったっていうよりも本当に盛岡競馬場に来て勝った時の声援とかも覚えてるんで、また応援して声援して、また褒めてもらいたいなと思ってたんで、その通りできてよかったです。本当ですね、素晴らしい勝利でした。あの馬の状態はいかがだったんでしょうか。絶好調でしたね。はい、この間札幌で、若い馬と合わせ馬して、またなんか闘志戻ってきたのか、すごい調教も弾んで走ってたんで、これだったら絶対負けないなとは思ってました。じゃあエルムステークスもね、59キロで大変ね、強いところ見せてくれたわけですけれども、それがいい合わせ馬になって今日につながったということなんですね。そうですね、なんか闘志が戻ってきたなっていう感じがするんで、はい。まあ、佐藤哲道騎手はエスポアレシチも7歳で本当まだまだ元気なんですけれども、デビューからずっと一緒ですよね。どんな馬ですか。そうですね、僕をまだまだ元気でいさせてくれる馬なんで、はい、いろいろ悩んだりもするんですけど、難しい馬で大変ですけど、まあ、それだけ見返りが来るっていうか、いい思いもさせてもらえるんで、すごいいい馬だと思います。ほとんどのレース騎乗されていますから、本当に佐藤哲道騎手がいろいろ教え込んだこともたくさんあると思います。2人で歩んできたこの7歳の秋までの道のりということになりますね。まあ、ここ最近は本当に足立先生と持ち乗りの森崎君がすごい一生懸命してくれてるんで、僕は外から見てるだけで、はい、楽させてもらってます。はい、でもかけがえのない相棒だと思いますが。そうですね、この秋はもう一回どこに行くかは分からないですけど、まあ、JC ダートとフェブラリーと、この間負けた馬にも負けたくないですし、まだまだダート馬7歳馬これからだと思ってるんで、はい、また頑張ります。まあ、敗れたことやそれからアメリカ遠征など本当に全てのことが経験になってるんですね。そうですね、多分僕よりエスポ君の方が大変だと思うんで、はい、褒めてあげたいなと思います。そして、ファンの皆様、岩手競馬の、ね、ファンの皆様、そして今日お越しくださいました皆様に一言お願いいたします。去年も参加させていただきたかったんですけど、僕の怪我で、復興競馬乗れなかったんで、今回はすごい気合い入れてきました。勝ててよかったと思います。これからも佐藤哲道、エスポアルシチ、足立厩舎、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。おめでとうございます。この秋も期待いたしております。おめでとうございます。佐藤哲道騎手でした。大きな拍手をお願いいたします。はい、佐藤哲道騎手、はい、こちらじゃ、はい、はい。さっきもね、ちょっとダンサーのとこでつまずきそうになられたりして、ああ自分がつまずいちゃうなんてね、おっしゃってましたけれども、やはりもう勝つべくしてという感じだったんですね。はい、どうも皆様ありがとうございました。